あみんな、みんなのミナトンだよ。1年ぶりだね。いや、なんかまた出番もらえるっていうからさ、それならせっかくだし、前回心残りだったことを率先してやっていこうかなって。私のやり残したことといえば、それはもちろん故郷滋賀の宣伝だね。琵琶湖すごいよ、シジミあるよ、アユあるよ、ゴリあるよ、モロコあるよ。まあ全部佃煮にするから味はそんな変わんないけどね。でも美味しいよ。 あとは近江牛に近江茶、それからスイーツなんかもおすすめしたいね。そんなわけでここまで滋賀県の宣伝をしてきたわけだけど、今回の本筋には滋賀県全く出てこないからよろしくね。じゃあな、サラダパン食べろよ。